県内では今日新型コロナウイルスの感染者が新たに2625人発表されました。内訳は新潟市で777人、長岡市で404人などとなっています。症状は調査中の1人を除き、軽症か無症状です。また、県と新潟市は学校関連や医療機関の関連などで合わせて21の集団感染を新たに発表しています。